皆さん、こんにちは、ジナです。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。今はちょっとあのブロードウェイのど真ん中から動画、はい、撮りたいと思います。うん、お母さんも一緒にね来てくれてるんだけど、まあミニ動画になるんだけどね。この前一緒に見てたでしょ、あの例の迷惑しかしてない猿、はい、あれでしょ。ダーウィンがまだ生きてたら進化論を書き直す原因となった人間、あのリトルボーイがね、すごいことしてきやがった。うん、これ見て、ここにあのメッセージ出すんだけど、私宛にメッセージを出して、で、まあコメントね、コメント出してすぐ消すとね、ジナの通知には残るけど返事はできないようになるんだよね。で、その後一番最初に一緒に見たあの動画、あの広島と長崎にまた落とすぞっていう動画、あの万能依頼してきたんだよね。あいつが YouTube チームに万能依頼したから、まあその動画も万になったという話なんだよね。で、そのメッセージにね、一番腹立ったんが、なんか、通訳すると、てかみんなうるさいな、通訳すると、外人は外人に攻撃してんね、面白いな、みたいな。で、どうせあなたのこともみんなに嫌われてるでしょって言ってるんだよね。私が言いたいのは、そもそも私は外人だから、あいつの味方するっていう考え方ってどこから出た？本当に脳みそがないんで、あの人は。それだけちょっと言わせてもらいたかったなと思って、皆さんに、日本人の皆さんにね。もちろん私は外国人なんだけど、日本は私のホームなんだよ。もちろんあいつが日本人に対してその態度を取ったら、私にもその態度を取ってると同じようなもん。だからめちゃくちゃ腹立った。どういう心理っていうか、これ人すぎて、いや、そうそう、どういう心理なんやねんって思うし、そんな味方するわけないやん、そんなアホなやつに。はい、私の怒りがもうすごい増すしてるんだよね。うん、でもまあそれは伝えたかったな、皆さんのと、腰抜けにももちろんメッセージを残したいんだよな。だってそもそもあいつが始めたことやし、あいつが脅してるんだよ、人を脅して。逆に、いや、俺のプライバシーに被害されてるから俺は被害者やみたいな言い方、マジ腹立ちません？どういうつもり、何様のつもり、ほんまに。はい、で、残したかったのと、普通にあのリトルボーイにちょっとメッセージ残したいんだよね。言わせてもらいます。 OK, so little boy, I read your message. Thank you for your message. First of all, don't call me honey, OK? Don't call me honey, just stop that. Second, just for the fact that I'm a foreigner, I'm not gonna be on your side, dude. I don't know what the hell are you thinking, OK?No, I'm just gonna let you know something. Japan is my home, okay? So if you're attacking in that way Japanese people, you're attacking me too. So I want you to understand that, okay? Use your brain, because I know you have brain. I hope so. I'm really praying that you have brain, okay? Use it, please. And just let me tell you that you started this, okay? So don't be crying now like, oh, you're attacking me. Come on, dude. Please, use your brain.You're welcome and thank you. はい、ということで皆さん、リトルボーイ腰抜け宛てのメッセージ、はい、でした。でも、ジナの意見はもちろんぶれないね、そういうこと。ではまた次の動画をお楽しみにしててください。もうジナがね、腹立ってます。はい、皆さんごめん、途中でね、動画切ってもった怒りがね、はい、出すぎて自分でボタン押してしまったけど、はい、とりあえずジナの意見は変わらないというのと、またこの件についてまたね、ジナの生配信でぜひ一緒にいっぱいお話ししましょう。日曜日だから、今日の夜、日本時間夜の9時だよね。そう、ちょっとね、30分でもやりますので、よかったら遊びに来てください。ちょっと、はい、お待ちしてます。はい、では皆さん行ってきます。またね、また次の動画待ってるね。バイバイ。